こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？ でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花です。全然ベリータッピー、いただきます。めっちゃブルーベリー。ということで、今日ミュージカル「声の形」の小屋入りがありまして、そう、今日は池袋のサンシャイン劇場に小屋入りをしました。そして明日からなんと本番でございます。来てくださる方、手挙げてみて。声の形本番行くよーって方いらっしゃいますか？お、行きます。あ、おーおー、来てくれるのありがとう。あー、いっぱい。ありがとう、嬉しい。あ、嬉しい、本当？嬉しい、来てくれる。ありがとう。 これ、ありがとう。嬉しい。ありがとうございます、本当に。チケットまだありますかって、全然あると思う。分かんない、今回のチケット状況に聞いてないからちょっと分かんないんだけど、でも絶対たくさんあると思うから、ぜひぜひ少しでも興味がある方は。今回は明日の4日からもう終わりが8日なので、一瞬で終わってしまう舞台となります。そうなんですよね。そうね、全部で7公演はあるんですけど、期間で言うと本当にすごく短い間なので、明日何時からって、18時半じゃないっけな、明日は。夜というか、明日は私たちはお昼にゲネがあるので、夜の初日は多分そのぐらいの時間だと思います。嬉しい、来てくださるっていう方のがなんか少しでもいるっていうのが分かって、ちょっとほっとした。ありがとうございます。場所はどこですか？池袋のサンシャイン劇場にて行われます。トワツ街と一緒だね、前回の舞台と一緒でございます。明日は2回公演みたいなもんだね。もうみたいなもんじゃない、もう2回公演です、明日は。がっつり 我々は。なので頑張りたいと思います。ですね。なんか今までお稽古してて、そんなに声の形の、なんだろうね、にあまり触れてしてはなかったんですけど、配信とかで。そう、明日から始まるということで、ちょっと今日は声の形についてちょっと話していこうかなと思っております。そう、声の形っていう、もともと原作があって 漫画だったり、映画とかも、映画アニメの映画とかもあったりする作品なんですけど そうなんですけど、で、内容
ちょっと内容の話をあらすじというかをしようかなと思うんですけど、今回その声の形、私はこのオファーをいただいてから初めてこの作品を知って、で台本を読んで原作を見て映画を見て、あ、なるほどこういうお話なんだっていうのを、いやそこでやっと初めて理解したんですけど今回の、声の形っていう作品が、そう、障害のある方のお話で、今回は耳が聞こえないっていう女の子が、そう、ヒロインというかっていう形の作品になるんですけど、で主人公が、まあ、男の子がいて、で耳が聞こえない子は女の子で、最初は小学校のね話になるんですけど、そう、小学校でその耳が聞こえない子、女の子が転校してきて、そこから、そうですね、あんまりこういう言葉は使いたくないけれども、いじめというものが始まって、でそうね、その主人公の男の子が、そうね、なんて言ったらいいの、まあでも後に高校生になってまた再会を果たして、そこからこう進んでいく、物語が進んでいくっていう内容になってるんですけど、だから最初このお話が来た時に、いじめのお話かってなって思うし、でまあ内容も内容で結構なんて言うんだろうね、重いというか、だからなんか、まあ、このお稽古をしてて、あの手話を今回使う部分がたくさんあってあの私はあんま使ってないんですけど、そう、使う子はずっと使ってたりとか、それこそ耳の聞こえない役の子とかはずっと手話で話してたりとかして、だからあの手話を教えてくださる先生がいらっしゃるんですけど、そうでお二人先生がいらっしゃって、そのうちのお一人の方は本当に耳が聞こえない子、あの方で、だからその方とかは本当にこの漫画を読めないって言ってて、過去に同じ経験をしたようなことがあるので、私はこの作品を読めないですっていうぐらい、割となんだろうね、しっかりといじめっていう内容があったりとか、うん、本当に一言で言うと重い話ではあるんですけどそう、だから私もその中で、まあこう客観的に見るといじめの方の今回役柄を務めるので、今まででやったことのない私は役を今回任せていただいたので、ああ大丈夫かなって思ってたんですけど、うん、でもこうきっといじめって、やった側やられた側だけじゃなくて、もう絶対みんなんか身近にはあったような気はするものだと思うんですけど、私は、うん、実際大西もいじめ、そこまでなんだろう、がっつりとしたいじめではなかったけど、大西も小学生の時に一回いじめられたこともあったし、うん、いじめられているのを見た時もあったから、もちろんでもその小学生の時しかそういう経験はなかったんだけど、
だからこう今回がっつりそのいじめに関して突っ込んでいる作品なので、だからまあ今回ミュージカルなので本当にめっちゃ曲多いので、だからそうね、割とポップにというより、なんかポップっていう言葉もおかしいかと思うけど、普通の舞台よりはこうスラスラ流れていくような感じの今回ミュージカルにはなっておりまして、でももう我々はちょうど1ヶ月間ぐらいかな、1ヶ月ぐらいあの稽古をしてきて、なんだろうね、気持ちとかを今分かった上で明日本番を迎えるんですけれども、そうね、最初は大西も客観的に見てたら大西は上野直香ちゃんっていう子を今回演じさせてもらうんですけど、大西が最初その作品を見た時に上野直香ちゃんちょっとやばくないと思って、最初はねもう本当に最初は大西これやったら嫌われるんじゃないかなっていうのを思ったぐらいファンの方々からだし、大西はこの子にちょっとでも感情移入をしながらこの役をできるのかなとも思ってたりとかして、最初どうしようかと思ってたんですけど、でもこう稽古を重ねていくうちに私は私でそうですね、重なる部分というかを見つけれたと思うので、うん、こう演出の板垣さんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方がおっしゃるには、私の演じる上野直香ちゃんっていう子が割とこう原作とかでも一番感情移入しやすい方が多いみたいで、だから私と、もしかしたら私とっていうか、あの上野直香ちゃんと同じような気持ちになったことがある方が多いんじゃないかなっていうふうにそうおっしゃられていたので、客観的に見ると本当にただのめっちゃやばいやばいやつなんですけど、ただこうなんだろう、すごく私なんか上野直香ちゃんを中心に見るとすごくまっすぐな、これ私も私は直香ちゃんにをやらせてもらうから直香ちゃんの気持ちがこう今すごく分かるようにはなったんですけど、もうすごくもう生きるのがっていうか本当に下手だけど、でも一生懸命まっすぐ生きているので、よかったらその姿を見に来てくださったら嬉しいです。うん、私は全然手話とかをやらないんですけど、これ覚えた手話、これ何でしょう、ありがとう、ありがとう、これありがとう、これはかわいいってこれ使いそうやなと思って覚えたかわいいねって、かわいいねってやるんだって、うん、なんか子供の頭を撫でているみたいな感じって言ってた、
そうなの。そうね。そう、大西のファンの方でもいらっしゃるので、耳がこう聞こえない方何人か、次の話し会とか来てくれたらこれやりたいなと思って覚えた。あと分かんないけど「お疲れ様」ってなんかやってる気がする。今回はハンカチは必須ですかって、どうだろう、どうなんだろう、これを客観的に見たらどうなんだろうか。大西はあの自分が出てないシーンとか含めてずっとこう袖からとか見てるんですけど、私は泣きそうになる部分がいくつかあるんですけど、それは客観的に見てなのか、なおかちゃんのフィルターを通して見てるから泣きそうになるのか、どっちか分かんないんだけど、でも泣きそうになる時は大西はこの舞台 3,4 回ぐらいあるかもしれない。うん、かも。うん、原作知らなくても大丈夫そうって、うん、大丈夫だと思うけど、なんかある程度見といた方が、あーこのシーンねって多分なると思う。今回セリフとかも原作からこうあんまり変えずにやってるって言ってらっしゃったので、あ、しかもそれがミュージカルになってるから、あ、ここを歌うんだとか、なんかそういう楽しみ方はできるかなっていうのはあるかも、原作を見といた方が。うん、うん、だから私も原作映画を先に見て、映画先に見てお稽古やって漫画を読んだんだけど、だから、あ、このセリフ、あ、すごいみたいなってなった。あとは今回は It's Follies さんっていう劇団さんの中にこう混ざってやらせていただく舞台になっております。映画を見た方がいい、漫画を読んだ方がいい、映画だと2時間ぐらいで終わるんじゃないかな。でも映画見たら理解はできると思う。でもどっちもやっぱ見た方がわーとはなるけどな、わかんない。漫画かな、私は漫画読んだ方がおおってなったかもしれない。でも言うて7巻とか6巻とかそのぐらいだった気がする、単行本。まあでも時間があんまりないよって方は映画で全然いいと思うし、最初映画しか見てなかったから、そうね。今回は主演の板垣さんもすごくすごい方で、すごくすごいお方でびっくり。なんだかこう前もちょっと配信で話したかもしれないんですけど、
なんかなんかすごくすごい方なんです。なんかすごいんですすごいんですよね。びっくりしちゃう。なんかすごいんです私はこうなんだろう、すごいんですよそう、なんかすごいんです。ほんとすごい方で、うんそう、私はこの劇団さんに混じってやるのは今回が初めてなので、なんかすごいみんながこう慣れてやっていらっしゃる中で最初どうしていいか分からなかったりとかもあったんですけど、本当に板垣さんのおかげで本当にすんなりすんなりというか割とスッと役に入っていけたので、本当にすごいなって思って、あとあれだね、主演のお二人の話して終わろうかな。じゃあ今日そう、じゃあまず石田役の大成さんって方、この間配信見た方とかはもうちょっと分かると思うんですけど、多分同い年で私大成さんと、天然の人、そうで、じゃあ今チラシ持ってないか、持ってない、あ、持ってないわ。そう、大成さんっていう方はちょっと最初なんかんというか、そう、すごい天然な方なんだなっていう、そうっていうのが私の第一印象なんですけど、でも今回大成さんがびっくりするぐらい大変なポジションでずっといるんですよ、舞台に。休む時間は多分あんまないと思うんだよね、大成さんっていうぐらい、もう出ずっぱ、もうずっと多分舞台上にいます。もうずっとマジで本当にずっといて、ずっと喋ってて、ずっと歌ってて、ずっといるから、マジで今回多分大変すぎる、見ててわーみたいな。なんかそれこそ大西とわつがいとか君戦とかっていう舞台やってて、私もその2つなんかずっと出ずっぱで休む時間なくて、なんかお稽古の段階からどこで水飲もうかみたいな、どこで吐けてどこで水飲めるかなって言ってた感じの舞台だったんですけど、なんか旗から見てると こんな感じなんだみたいな、じゃないけどずっと出ずっぱの人を見てるとうわーってなるほんとにすごい。しかも今回ミュージカルなのでセリフを喋るだけではない、まあ、今回盾とか、いや、うん、そうだね、でもまあ今回喧嘩のシーンとかもいろいろあるので、だからもう全てがもう大成さん全てやってるぐらいの、ほんとからこう見てて、わ大変だろうなと思って、で割とこうお稽古に出れるスケジュールとかも割と我々は限られてくるので、お仕事でお稽古行けないみたいな時もあったんですけど、でもやっぱあの膨大なセリフ量とあの膨大な歌の量とっていうのを頭に入れてから稽古場に来るっていう、天然、お医者もザ天然の方っていう印象だったから、もうギャップもすごいし歌もめちゃめちゃお上手で、
そう、まあ、すごいなって、私は尊敬でしかなかったんですけど、でもすっごいその大成さんがめちゃめちゃ、まあ、今日もだったんですけど、めちゃめちゃ褒めてくださるんですよ。ほんと優しいよね。そうだから私もちょっと自信ついた、頑張ろうって今日はなりました。そう、今日なんか私が出ている、私たち大成さんが出てないシーンを前からちょっと見てたらしくて、そうだからそれを今日、まあ割とブロック投資みたいな感じだったんですけど、バータリーって言っても、そのじゃあここまでで、はい一回止めますってなった時に、そうわざわざもうめちゃめちゃ大西さんの演技本当にすごいねみたいな、歌も上手になったよねみたいな、本当いろいろ褒めてくださって、お稽古の途中からもずっと褒めてくださってね、なんか自分がこうすごいって思ってる方に褒められるってはこんなに嬉しいんだなって、なって今日もすごく嬉しかったので、明日からもなんか自分にちょっと自信を持って頑張ろうってなりました。鬼も本当にあのみんなビビるぐらいって言ったら口悪いかもしれないけど、びっくりするぐらい皆さん歌がお上手なのね。そう、こんなで大西はここまでガチガチのミュージカルに今回出たことがないのね。そうだから今回が初めてだったから、もうなんかもうやっぱ普通に歌うだけだとそれはアイドルの歌い方だから直してみたいな最初に言われちゃって、もう全てがダメだったんですよ。もうそれだとアイドルでしょ、これミュージカルだから違うよってなって、もう私はそこからもう右も左も分からない状況だったので、そうだからもう不安でいっぱいだったんですけど、だからお稽古のたびにこの歌のパートが来た時来るってなったらもうガッチガチになっちゃったりとか、全然歌えなかったりとかもしたんですけど、でも今日褒めていただいたのでちょっと明日からも頑張って、で本番はもーちゃんも頑張ってんなって思ってもらえるように、もーちゃんもというか上野直香として見てほしいんですけど、そういうところも注目していただけたらいいなって思います。あとはれなちゃんだね。そう、翔子役の西宮翔子役のれなちゃんです。れなちゃんはこの間あれなんですよ、あのピーターパン、あのリンリンが舞台出てたやつ、ピーターパンのピーターパンの子でそうなんです。そうだからもしもリンリンのツイッターとか見てたから、あピーターパンの子やってなって、そうなんです。もしレナちゃんと初めて多分会ったのはもう顔合わせの時だったんですけど、もうビビるぐらい歌が上手すぎて、もう皆さんも全員、私以外全員本当に上手なんですけど、にしてもうますぎて、もう私とちょうど10個差なんですよ多分、9個かな、9個か10個差なんですけど、こんな若いのにすごって、もう最初からもう圧倒されて、わすごすぎって最初になったのが第一印象で、高校生って、そうだよ現役高校生すごいよね。うん、うわすごいなーって最初思ってて、でそっからまあいろいろお話ししていくうちに、まあ一回ね、あのそう、美里ちゃんっていう子も一緒だったんですけど、3人でお稽古の合間にパン食べに行ったりとか、パンサンドイッチ食べに行ったりとか、あとは稽古場が途中移動したんですけど、その2個目の稽古場はみんな机があってっていう感じだったから、そこはもう3人隣同士とかでいろいろ喋ってきたんですけど、
本当に可愛くて赤ちゃんみたい、うん、赤ちゃんです。ちょっと待って、一瞬だけちょっとお風呂沸かそう。よしよしよし、ズボンも履いたし、危な、ズボン履いてなかったわずっとパンずっとズボン履いてない状況でやってた今配信、危な、こたつん中こたつに足突っ込んでたから忘れてた、危ね危ねあ危ね、そう今日ジーパンだったから帰ってきてすぐ脱いちゃってたんだ、忘れてた、あぶねすいませんね。でで、あの話戻しますよ。そうでも本当にしっかりしてて、多分多分というか小さい頃からレナちゃんは多分この業界にいるのかな、やってきて多分本当に若いのにこんなにしっかりしてて、あと多分すっごい、それこそ多分私はピーターパン見に行ってなかったんだけど、多分すごくね動く舞台だったと思うので、彼女は体力がすごく有り余っていてそう、西宮翔子ちゃんはね割とおとなしい子だとは思うんですけど、基本的にはね、ただもうご本人のもう中のレナちゃんの体力が有り余っていて、途中お稽古の時とかも途中ですごく運動神経を開花する場面とかもあって、そう体動かしたいんだろうなと思いながら見ててそうかわいい、そうね、そういうところを見ててなんか愛おしくなるし、あとみんなにこう人懐っこく来てくれて、そう、あとすごい俊敏さとか、なんかみんななんか例えばこう普通だったらわーって行かなあかんところをレナちゃんはパッって行くからなんか運動神経の良さが垣間見えちゃってるよみたいな話、うん、何回もみんなで稽古場で笑ってました。そう、ちょっとレナちゃんそこかっこよすぎるよって言ってる、そう、そう隠しきれてないの、本当は俊敏にかっこいいのが、うん、なのでそうね、だから本当は多分、本当は多分というか本当はびっくりするほど心が優しい石田くん役の大成さんと、あと実は隠れ持つ俊敏さを隠しながらやるレナちゃんそこも注目してもらえたらいいなって思います。うん、なんか見てて面白いなって思う二人ともうん、ついでに宮下さんは、宮下さんはもう多分ね期待を裏切らないと思います、皆様の本当に面白い。だから今日初めてみんなでマスクを取って今日やったんですけど、今までお稽古場ではずっとマスクを外さずにやってきていたので、だから今日初めてみんな衣装を着てマスクを取ってみんなの顔を見てやったんですけど、
笑っちゃったもんね何回かも西いや顔ありきでメイクありきで衣装ありきの長あのそう長塚さん長塚さんっていうかそう宮下さんを見たらもう破壊力がすごすぎて笑ったあかんとこでもおいしく3回ぐらい笑ったマジで耐えいやあの耐えようと思ってるんだよでもインパクトが強すぎて今日初見だったから言えば顔つきで見るのはもうだから戦いだよね本当にマジでそう戦います明日からこんばん前なのにリラックスしているねってなんか今回はえそういやよくわかったねそうなの割と今回落ち着いている気持ちはやっぱりなんだろうまあ出番の数とかセリフの量とかも多分あるとは思うんだけど多分今までのが私はちょっと結構負担が大きいものが多かったのでだから今回そういうのもあるんだろうけどただなんて言うんだろうセリフを覚えるというかなんか今回はそれこそだから演出の板垣さんのおかげで覚えたセリフというよりかはなんかセリフを落とし込めたというかしっかりだからなんかね今は割とリラックスできていますそうね、でもだから大西は多分ねがっつり主演というよりかはすごくこっちの方が私はすごく好きだなというかありますね主演もすごいありがたいお話ではあるんですけど私はすごくいい向いているじゃないけどすごく私は好きだなって思う自分が主演のやつより楽になれちゃダメいや楽とかじゃないんだよ別にこれを楽とは全く思ってもないしなんなら大変だったしだけどだからあれなんだろうね大西は AKB の中でもちろんセンターに立ちたいとはなるんですよあの全体のとかじゃなくて例えばこうコンサートとかだったりとかそういうイベントだったりで立ち位置センター行きたいなって思うんだけどで大西はあんまりセンターに立つことがないのね AKB の中でコンサートとかもそうなんだけど全くないんですよ言えば0番に立つ機会が全くなくてだからこう回ってきた時に嬉しいけど頭が真っ白になっちゃうんですよだから嬉しいのはセンターの一個横とかその横とか2列目の真ん中とかの方が
自分のなんかいい状態を発揮できるというか、なんかわかんない AKB でそのポジションに慣れてしまったからがゆえかもしれないけど、その今回舞台とかもそう思ったのが、うん、そういう風になっちゃったんだろうね多分。うん、だから今回すごくなんか自分の中ではやりやすいじゃないけど楽しいなって思うの。うん、多分きっとだから大西がもう AKB 入ってチームメイト入って最初からはいセンターですってなってたらまたその感覚も変わってたと思うし、うん、そうね。まあでもいろんなね経験を積んで、そうだね、ありがたいです。性格に合ってるのねって、この話をね前誰かとしたんだよね、大西メンバーとかじゃないんだけど、なんかアニメでアニメの話になって、じゃあ鬼滅だと誰好きなのってなって、私は善逸って言ったんですよ、あの黄色い髪の毛ので、その人は炭治郎が好きって言ってて、でもその人は主演とか真ん中のメインの役をやりたいっていう人だったの。誰と話したんだかな、忘れちゃったんだけど、そう。でも大西はそれならこう真ん中の主役炭治郎の横にいる善逸とかやりたいみたいななって、あでもそれって関係あるのかもねみたいななったんですよ、その役の話で。伝わるかなこれ。そう、こう好きなもうさやつがさ、なんだろう、なんて言ったらいいんだろう、大西はアニメとかで割と主役っていうより主役じゃない人を推しにすることが今まで結構多かったの。そうそうなんですよね、だからっていうのもあるのかもねみたいな話を前して、あそっかって自分の中で一回納得したんですよね。そう、うん、だから美味しい軽音っていうアニメがすごい好きだったんですけど昔。そうで、その軽音でやってたのが、まあギターメインのギターともう一個のギターでベース、あのピアノって何て言うの、ピアノとあとドラムみたいな感じだったんですけど、そう、むしろその中だとベースをやりたいのこう真ん中に歌っててメインボーカルしててギターしてる人が割とさ、こうパッとさバンドの方を見た時って真ん中にいたりするから目に入りやすいような気はするんだけど、そう、大西はその中だと絶対ベースをやりたいって思うから、なんかそう、そういうのもあるんだねみたいな話をしてたの。そう、よし黒髪ロングになろうって、明日から黒髪ロングになりますよ、安心してください黒髪ロングの女で頑張ります。そう、自分は麦ちゃん派っていいね、麦ちゃんいいよね、麦ちゃんいいよね、可愛いよね、麦ちゃん大好き麦ちゃん大好き。何時に終わる、あもう11時過ぎてんのか、10分に終われるようにするわ、
ていうのをね話してたっていうお話でございます。黒髪ロングとか絶対似合うね。本当？今年黒髪ロングしかしてないね。逆で。前回も黒髪ロングだった。うん。今日のももちゃんはおでこ出してるのね。さっきまでカツラかぶってたから、この髪さっきまでこう全部こうなってたんで、あのネットにくるまれて。そうです、髪の毛ボサボサ跳ねてるでしょそうなんです。ずら、そう、かつらかぶってた、さっきまで。うん、量多これ。全然なくならない。言ってたらなくなった。夏に明日から本番なので、一生懸命楽しみながら頑張りたいと思います。ではでは、ちょうどいい時間なので、じゃあランキングの方を呼んでいきたいと思います。いきますよ。1位 KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がゆっちゃんとゆうももち大好きだよさ、ありがとうございます。イエイ。そして3位がルールザットマークギフルの夜と人生に乾杯さん、ありがとうございます。イエイ。そして、4位がマークアンコダットマーク大田郡大西大地空手団さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がサトッチアットマーク大西郡さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がキョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が B ちゃん、勝手にちゃんつけちゃったけどB ちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が黒柴のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がゆみたん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がコバアットマーク大西芳さん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がカンタムさん、ありがとうございました。イエイ。お風呂が沸きました。ちょうどお風呂が沸きました。ありがとうございます。ではでは、お風呂に入っていきたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。改めまして、明日からミュージカル公演の形が本番となります。このお話は、そうですね、耳の聞こえない障害を持った子をいじめたお話になっております。いじめた先の物語もが、なんだろうちょっと言葉ではちょっと伝えづらいんですけど、そうですね、ぜひ見てほしいあの作品となっておりますので、明日から、明日10月4日から10月8日まで8日まで池袋のサンシャイン劇場にて、
やっておりますので、よかったら見に来てくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。では頑張りたいと思います。頑張ります。ありがとうございます。ではおやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。